ペルデルキの居住地にあるボリスパステルナークのダーチャダーチャはロシア旧ソ連圏で一般的なサイエンツキセカンドハウスである。ロシア語でダーチャはダーチという動詞に由来し名詞ダーチャはの意味である。これは1700年代にピョートル大帝が庭園付き別荘を家臣の貴族たちに歌詞したことに由来する。現在のような大衆的ダーチャは 第二次世界大戦中から大戦後の食料不足の対策として市民に対し土地を与えるように州政府や国に要求する運動が起こり1960年代にフルシチョフ政権が一家族に最低600層特区の土地を与えるよう法制化したものである。当初は物置小屋程度のものが多かったが最近のダーチャはインフラが整備され電気、ガス、水道、 舗装道路まで完備しているものがある。サンクトペテルブルク郊外にはダーチャ業の専用鉄道まである。ダーチャの家屋も次第に贅沢になりサウナやプール、本格的キッチン、子供の家まで備えたものもある。普段は近隣の都会に居住し、週末のみ利用する持ち主が多い。特に夏の間は盛んに利用され、夏休みに家族揃って長期間ダーチャで過ごすケースも多い。 かつての貴族の別邸から掘った手小屋のようなものまで規模や質は様々である。ソ連崩壊後、最近ではダーチャが盛んに売買されるようになってきて、専門の不動産業者まで現れている。ダーチャ所有者はダーチニックと呼ばれることもある。所有者はこの近くで菜園を営んだり家畜を買ったりしている。ダーチャは11世紀にその起源があるが、本格的には サンクトペテルブルクに帝都を開いたピョートル一世イコールピョートル大帝時代に始まった。1930年代、スターリン時代に農業集団化で強制的に土地を奪われた農民が自留地を要求獲得しこれが今日の大衆的ダーチャの発端となった。ソ連時代に建築された沿海地方の南部にあるダーチャソ連時代になると労働者が 農民に習って、ダーチャを要求。ダーチャは労働者の保養施設として、都市均衡に多数整備されていった。ダーチャの土地用益権は、国家や企業組合から希望者に安価で支給され、土地用益権を与えられた市民は自分たちで協力し合って、菜園や小屋などを整備した。ソ連では、土地は国有であったため土地用益権のみが与えられ、その権利は、 世帯主一代限りとされた。現在は相続も認められている。ソ連時代、菜園で栽培した農作物を町に持って行き売ることは禁止されていたが、実際には行われていた。経済が著しく混乱していたソ連末期やロシア、共和国初期、ハイパーインフレーションや給与支払いが半年、一年も届うり疲弊しきって、日々の食料調達も、 ままならなかったロシア国民にとって自活という最終手段で食料、現金収入を得る最後の場でもあった。これがロシアの知られざる力となっている。今では郊外の自然保護、自力で無農薬の安全な食料を確保する手段としても重要視されている。最近では若い人たちが野菜ではなく花を栽培し、ガーデニングを楽しんだり、年金生活者が都心を離れて、 自然豊かな郊外住宅として利用したり民宿を建てて営業するなど様々な利用方法が見られる。ダーチャの売買も盛んに行われている。2020年に流行した COVID-19 によってロシアでは外出禁止令が出れたことにより通勤、通院、物資の買い出しペットを伴った散歩などの理由がないと警察の取締り対象となったがダーチャへ赴くことは 不要不急の移動とはみなされず、公式に許可されていた、ダーチャに類似する住居。ありがとうございます。